渡辺茂は日本の同様の作曲家、教育者。焚き火、不思議なポケットの作曲で知られる。作詞家としてのペンネームに、戸塚一郎、野中富雄。戸籍上は、栃木県や阿蘇郡に赤見村生まれだが、生後間もなく、東京に移り、同地で育つ。実家は五福屋だった。1932年に、東京府豊島市半学校を卒業。 直ちに教職につき、都内の公立小学校や東京学芸大学付属、竹林小学校で約30年間音楽家の教諭を務める。1941年29歳の時に NHK から作曲依頼を受けて焚き火を発表。1952年から途切れず音楽教科書に乗り続ける代表作となった。1950年に作曲家グループ、 白東海に参加。メンバーは、渡辺の他に、山本直忠、小山清重、石井五郎、平井幸三郎、金井菊子。山本に作曲を指示した。1954年、雑誌、保育ノートに、不思議なポケットを発表。その3年後に、小川隆代の北野修二の歌で、キングレコードから発売されヒットした。1963年、 東京学芸大学附属竹林小学校教頭の任につく。1966年、墨田区立横川小学校校長。同時に、全省都県理事。1969年に、東京都小学校音楽研究会副会長。1971年には、同会長及び、全日音研小学部会長と、音楽教育団体の要職を歴任した。 1972年、セタガヤクリツ小学校校長を務め、定年。その後は、東京学芸大学付属小金井小学校、東京学芸大学、小徳学園短期大学の非常勤講師を務めた。小金井小学校には80歳を過ぎるまで務めていたが、焚火の作曲者という知名度から特例で、雇用されていたもので、若返りを図りたい。学校側が、 退職要請をしたときは強いショックを受けたという。1999年、第1回日経後の同様文化賞を受賞した。生涯に500以上の作曲を残した。作曲の際にはピアノを使わず五線紙に書き留めており、前奏と伴奏を作る時のみピアノを使った。エミール・ジャック・ナル・クローズのリトミックに影響を受け、歌いながら手拍子などの身体的動作を伴いやすい。 作曲を試行していた。また児童向けの作曲教育にも取り組んでいた。ありがとうございます。